セオドア・フリーリング・ハイゼン、セオドア・フリーリング・ハイゼンは、アメリカ合衆国の政治家、ニュージャージー州検事総長、ニュージャージー州選出連邦上院議員、ニューワーク市長を務め、1844年の大統領選挙では、ホイック党の副大統領候補として立候補した。1787年3月28日、フリーリング・ハイゼンは、 ニュージャージー州サマセット郡のフランクリンタウンシップにおいて誕生した。父親はフレデリック・フリーリング・ハイゼン。母親はガートルード・シェンクであった。1809年、フリーリング・ハイゼンはシャーロット・マーサーと結婚した。二人の間に子供は生まれなかった。1857年、フリーリング・ハイゼンはハリエット・パンペリーと再婚した。二人の間に子供は生まれなかった。 フリーリングハイゼンは1804年にニュージャージー大学を卒業した。フリーリングハイゼンは兄のジョン・フリーリングハイゼンのもとで法律を学び、続いてリチャード・ストックトンに弟子入りした。フリーリングハイゼンは1808年に事務弁護士として認可を受け、続いて1811年に法廷弁護士としても認可を受けた。フリーリングハイゼンはニューアークで 弁護業業を開業したフリーリング・ハイゼンは1817年にニュージャージー州検事総長となった。1829年、フリーリング・ハイゼンはニュージャージー州最高裁判所判事への指名を断り、連邦上院議員となった。フリーリング・ハイゼンは1835年まで連邦上院議員を務めた。フリーリング・ハイゼンは連邦上院議員として、 1830年のインディアン移住法に異議を唱え反対派の戦闘に立った。フリーリングハイゼンはインディアン移住法に対する演説を3日連続で行い、演説時間は合計で6時間に及んだ。フリーリングハイゼンはこの法律は将来的に恐ろしい結果をもたらすだろうと次のように警告した。フリーリングハイゼンは 政治の世界に宗教を持ち込んだとして、非難を浴びた。インディアン移住法は、その後、可決された。フリーリング・ハイゼンは1837年から1838年まで、ニューワーク市長を務めた。1844年、フリーリング・ハイゼンはホイック党の副大統領候補となった。フリーリング・ハイゼンは、ヘンリー・クレイを大統領候補として戦ったが、 民主党に敗れた。フリーリング・ハイゼンは1839年から1850年までニューヨーク大学で第2大学長を務めた。フリーリング・ハイゼンは1850年から1862年までラトガーズ大学で第7大学長を務めた。1862年4月12日、フリーリング・ハイゼンはニューブランズウィックにおいて死去した。 フリーリングハイゼンの遺体は、ニューブランズウィック市内の第一改革派教会墓地に埋葬された。アンソニー・ F.C. ウォレス、ザ・ロング、ビター・トレイル、アンドリュー・ジャクソン・アンド・ザ・インディアンズ、ピアニッシモ、六68から9、アンド、フランシス・ポール・プラチャ、ザ・グレート・ファーザー、ザ・ユナイテッド・ステイツ・ガバメント・アンド・ザ・アメリカン・インディアンズ、ボリューム・アイ、ピアニッシモ、二204から5、デス・オブ・ホン、 テオドール・フレイリン・ハイザン、ニューヨーク・タイムズ、ありがとうございます。